もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は、自分で決められるたった一つの部品だ、なくすなよ。はい、新年一発目の新機体は機動戦士ガンダムユニコーンからロトが実装、新年初成し遂げ。今週は10連でのゲット、ロトは500コストの支援機となっておりますね。機体チェック。本機は地球連邦軍の特務部隊、エコーズ専用の小型可変モビルスーツ。可変機構を持ちながら隠密行動に必要な最低限の装甲を保持し、最新の各種センサーと光信号による充実した通信設備を備えている機体。武装チェック。武装はミサイルコンテナ大型 M、ビームバーナー、マシンキャノン、ロングキャノン、ミサイルコンテナ少尉、ミサイルコンテナ大型 M、3発ヒットで蓄積よろけの取れる腕ブレっぽい武器、ビームバーナー、切り替えが短く、高性能バランサーにより脱脂格闘が可能、横格闘のモーションが真横じゃないと当たらないので注意、武器威力が1800と低めで、格闘方向補正は標準、マシンキャノン、射程が325と長め、バラ巻きで当てやすく、マガジンも大容量。ロングキャノン、静止射撃の爆風速よろけ。2門から発射されているので威力は2倍の1800。ミサイルコンテナ燃焼。とすると400を6回、2400のスリップダメージが発生。パーツのイレグラー DBL で延長すれば、スリップダメージを1回増やせる。本機は変形することも可能。変形中はミサイルコンテナ少尉、ビームバーナー、ロングキャノンがなくなり、ミサイルコンテナ小型 M と、ロングキャノン変形、ミサイルコンテナ連続爆発が使用可能に。なお本機は変形中の体当たりなし。ミサイルコンテナ小型 M、しっかり当てればマシンキャノンよりも素早く蓄積よろけを取れる。ロングキャノン変形、即よろけの爆風射撃。通常時のキャノンと比べるとよろけ値が低い。ミサイルコンテナ連続爆発。着弾地点に蓄積よろけと火力を展開。発射位置が低いので地面の突起物に座れやすい点は注意。ロングキャノンを構えた状態で変形すると、ロングキャノン変形を即座に撃てる仕様なため、キャノンでの射撃がはかどりますね。しかし変形解除ではなぜかキャノンを構えていてもミサイル大型 M になるため、変形状態からのキャノンは素早く打ち込めない。カウンターは連続格闘、威力3000。追撃時間 2.9 秒。それでは実戦の方行ってみましょう。モビルスーツ隊は順次発進お願いします。作戦開始。小さくてなんだかステージが大きく見えるんだぜ。本機は変形中のミステルスが付与されるので、変形移動は奇襲に最適なわけ。6号車がすでに突撃していました。このまま絡め取ります。逆ズバー。足元に打ち込みやすい本機の変形射撃は、割と脚部を骨折させやすいですね。今回の戦闘はショートカットキーを特殊な感じにしており、しゃがみに割り当てているキーを、ショートカットに含まないようにしております。というのも、ヒルドルブや強端もそうですが本機は、しゃがみボタンを押しながら動くことでドリフトが可能。ショートカットキーをしゃがみボタンに設定していると、ドリフトしながら切り替えや射撃が行いづらくなるからですね。めちゃめちゃゴリ押してくるー。しかし私が支援機ということを忘れていないかな？汎用機を削り倒すタイプに有利火力。変形中、マシンキャノンとミサイル小型代わりと役割かぶってる感ある本機ですが、蓄積よろけ取り速度で大きくミサイル小型の方が上回っているので、当てれるなら、ミサイル小型の方が強いかと思いますね。当てれるならなぁ。ミサイル小型は自動照準補正がなく、弾速が遅くて発射地点が低いため地面に座れやすく、動く敵なんかには特に期待値低め。まっすぐ追いかけてくる敵に引き打ちで使ったり、ダウン追撃に使うなど、ミサイル小型は確実に当たる場面で使うのがいいんじゃないでしょうか。何？めちゃくちゃ追ってくるやん。オーバーヒートで変形は使えないですね。ならば、しゃがむことで機体固定装置を発揮、これでよろけを軽減よ。ちょっと待ってください。後ろに回り込まないで。いやぁ、キャノンでギラ動が倒せてたらここワンチャンあった。
本気はロングキャノンこそ射程が550メートルと長いですが、それ以外の武装は300メートルから350メートルと短め、戦闘距離は支援機の中でも割と近い感じになってますね。通常時の射撃はキャノンからミサイル大型、小尉、マシンキャノンという感じで主に立ち回っております。変形中の射撃は、キャノンからは連続爆発をとりあえず打ち込むようにしております。連続爆発は発射間隔が2秒と長いため、連続爆発を一射放ったなら即ぶっ切り替えを行い、違う武装で攻撃しておりますね。よく使用しているコンボは、キャノン連続爆発ミサイル大型キャノン連続爆発。さらにそこからの追撃はマシンキャノンかミサイル小型、状況に応じて使い分けております。レーダー障害なんて心の目があれば、あ、思ったよりめっちゃ近くにいたー。敵の強襲機はジムナイトシーカー宇宙船使用バース機器、このコストで一番見る強襲。再出撃、ジムナイトシーカー宇宙船使用バース機器のフェダーインライフルは、痛いのはもちろん、変形中の本気をストッピングしやすく、相変わらず厄介な強襲機となっていますね。チャンスは毎週、チューチューチューズデイ。チャンスは毎週、チューチューチューズデイ。ああ、すいません、おっさんしかわからないミニロトの CM ソングを思い出してしまいました。本気の運用で大事だなと思うのが、通常時、変形時それぞれの弾のリロード。変形するなら通常形態限定の武装をリロードし、変形解除するなら変形専用武装のリロード。これをしっかりやらないとすぐに弾切れになったりするわけですね。ちなみにさっきからちょこちょこ忘れてすぐに弾切れを起こしたりしております。こういう敵が角待ちしてるときは下格闘ブッパや、アンカー海ヘビを狙ってくる確率が激高。角に直行ではなく、やや距離を空けて突入するのがいいですね。凄まじい弾幕を張っております。この変形射撃コンボが本気はなかなか凶悪。トコトコトコ、ふ、ロトは本当に可愛いですね。この機体、最初は変形中の体当たりによるよろけ取りないんか、と思いましたが、まあなくてよかったかなと思いました。これで体当たりまであったら汎用機はコントローラー投げちゃう。ヒルドルブや強炭と違い、変形中のジョージステルスは、容易に裏を取れますね。特に遠目の間合いから変形していけば大体刺さりますな。さて、ここで本気の機体性能を見てみましょう。まず走行面ですが、機体 HP は平均値を1900下回り、防御補正は対実弾特化な上合計値は低め、ダメージカットの干渉剤もないため、かなり脆い機体と言えるかと思います。ヒットボックスが小さく、加えて変形による逃げ性能が高いので、捕まりづらいですが、捕まったら一瞬で溶かされる機体というイメージ。やばい、我がチームがスカーレットしそうです。ワイたちはスカーレットじゃない、エコーズだ。いや、やっぱりスカーレットかもしれへん。わずかな機体 HP で生き残りました。最後に火力を出してやるぜ。武装間違えたー。もうほんと何年バトーペやってんの。最後の出撃、スカーレットはエコーズ。この戦いでワイたちの配属先が決まる。本気の攻撃補正は射撃特化で概ね平均値と同じ数値。また、高速移動が遅いですが、変形ありきにしては悪くない足回り。本気は変形すると地上適性がつく仕様となっており、ご覧の軽快なドライビングを実現していますね。この機体、乗れば乗るほど可能性を感じました。連動によってかなりポテンシャル変わる機体な気がします。突撃いい、ステルスの Y に貴様らは気づいていない。リンカーウトか、全更新射撃だけじゃない、これが Y の、ドリフト射撃やー。ドリフト射撃は遠心力によって火力が3倍になったりしませんが、芸術点は5000倍になりますね。キラ動画がお仕置きに来ました。ネオジオンの忘れがたみが、電磁ワイヤーだけは気をつけないとですね。クライバオアです。おいおいおい、どっちの攻撃も最強のオブジェクトに阻まれました。ナイス援護、ここは焦らずしっかり落としにかかります。ラストバリバリシューティングジャガのことで攻勢は攻撃の火力アップも乗せてる。やりましたね。ロトでした。噛めば噛むほど味のする機体。ちなみに今回は使用機会少なめでしたが、マシンキャノンは中距離でもガシガシ削れるので、手持ち無沙汰なら中距離からぶっぱもあり、キャノンを相手が警戒していると、こんな感じで回避博士もはかどりますね。
変形コンボが気持ちいいったい。それでは今回はこの辺でー。